平井地区一号墳は、群馬県藤岡市三木にある古墳。形状は円墳。白石古墳群を構成する古墳の一つ。群馬県指定史跡に指定され、出土品は、国の重要文化財に指定されている。左に、平井地区一号墳、右に三小塚古墳群馬県南部、相川左岸において絶帳に張り出した、貸し段北端に築造された古墳である。南には、 ミコツカ古墳が隣接する。1991年度に範囲確認調査が実施されている。墳形は円形で直径24メートル、高さ3.5メートルを測る。墳球は二段築成で周囲には基段を有する。墳球表面では吹石のほか、円筒葉には、継承葉庭が検出されている。また石室前、墳長部の2カ所では小石を敷いた。 祀以降が認められており、石室前では、末木、はじきが置かれ、墳頂部では破壊された、末木大亀が重ね置かれている。主体部の埋葬施設は、両袖式の横穴式石室で、北方向に開口する。石室内部からは、多数の副葬品が検出されており、特に装飾大塔の金銀層丹王鳥肝塔大塔、銀蔵岩塩塔大塔が注目される。 築造時期は古墳時代後期の6世紀後半頃と推定される。古墳域は1993年に群馬県指定史跡に指定され、出土品は1997年に国の重要文化財に指定された。現在では史跡整備の上で、野国白石丘陵公園内で公開されている。主体部の埋葬施設としては、両袖式の横穴式石室が構築されており、 横穴式石室としては珍しく北方向に開口する。石室の規模は次の通り。石室は、業界岩の霧石の切れ組み手法によって構築される。石室前には、末期、はじきを置く、祭始以降が認められる。金銀層単王鳥関東大東、銀蔵に円島大東、自家島藤岡歴史館展示。石室内から検出された服装品は次の通り。 その他、石室前からは、はじき、すえき、ふんちょうからは、すえき、ふん表面からは、えんとうはには、けいしょうはにはが検出されている。これらの出土品は、国の重要文化財に指定されている。ありがとうございます。